ただ八戸は残り15分での失点も4というデータがあります。さあパスがつながった、小谷シュート、ディフェンスに当たってこれは入りました。勝ち越しました。来た、最後は追い込まれていきました。リプレイです。このボール足を取られて倒れたところにボールが当たってしまいました。国分のこれはおそらくオンボールという形になるでしょう。小谷のクロスに